こんにちは、トコダシTVの動画を見ていただきましてありがとうございます。ここは沖縄県の玉城村に来ております。玉城村ですかね、村なのかな、わかんないけど、こう久しぶりに沖縄の南の方に来ました。沖縄にはですね、まあたまに来てはいるんですけども、なかなか南の方まで来ることは、まあ南の方というと結構歴史的なですね、ものというか場所があったりしますので、南の方とかもあるんですが、あんまり南の方来ないんで、今日はですね久しぶりに南の方来てて、ご飯どうしようかなっていう、なんかその辺で沖縄結構お弁当とかが言う美味しいね、レストランの人弁当屋さんなんかマンで弁当食おうかなとも思って食べようかなとも思ったんですけども、今回はあれ久しぶりにこのチャーリーレストランでご飯食べようと思ってですね、せっかくなんで来てみました。久しぶりに楽しみに行ってみたいと思います。すごい久しぶりなんで、このチャーリーレストランは唐辛子 TV が初めて唐辛子 TV をやり始めた時にここで友達と食べたレストランで、すごい思い出があって、あの頃の唐辛子 TV は本当思い出動画の第一歩みたいな感じで撮ってた時の、動画があります。その時に食べたレストラン久しぶりに行きたいと思います。まあ、YouTube 以外でも何度か来てはおりますが、今回は本当久しぶりです。今回はタコスとゴーヤチャンプルチェリーパイを注文することにしました。こちらがタコスです。見た目も美味しそうな感じになっております。ここのお店はすごくいろいろなメニューがあって、本当に沖縄料理からステーキ、魚の煮付け、お寿司、その他いろいろあります。もうパスタだとかピザまでいろいろあるような感じで、いろんなメニューが楽しめます。早速タコスいただいてみます。サルサソースをつけて、そこにタバスコもつけていただきたいと思います。いただきます。あ、ちょうどいい感じ、パリパリになりすぎてなくて、少しミディアム系のトルティーヤで美味しそうです。いただきます。うん、うまい。辛めのサルサソース美味しいな、これ。ちょっと食べかけを見せてしまって大変恐縮なんですけど、こういう感じすごい美味しい。上からチーズ、トマト、レタスで、このタコスミートが入ってます。で、サルサソースが辛めで美味しいです。これすごいお肉がいっぱい、こんな感じ、こんな感じ、お肉がいっぱいで美味しいです。うん、うまい、本当にうまい、すごいうまい。いただきます。うん、お肉がランチョンミートみたいな、フォークスパムとかフォークじゃなくて、こういう感じのなんですね、普通のお肉が入ってます。このもやしでかさ増ししてなくて、これがすごいね。ではなんといってもチャーリーレストランといえばこのパイ系だと思いますね。今回はチェリーパイにしました。やった。チャーリーレストランではパイ系のデザートが人気がありまして、チェリーパイだとかアップルパイなどがあって、そちらをお店で食べることもできますし、お土産で持って帰ることもできます。贈答用ののし紙もつけてくれたりもします。チャーリーレストランといえばですね、このパイ系がすごい美味しいんですね。そうなんで今日はチェリーパイにしました。なんかアップルとチェリーが混ざってるような感じですけども、まあこの辺は沖縄はちょっと適当な部分もあるんで、まあ違うものが来たかもしれません。じゃあいただきたいと思います。いただきます。おお、その三角形が最初はね、よっしゃ、あ、だいぶ閉じた、だいぶ閉じた。じゃあいただきます。ほら来た、うまそう、おこちと。じゃあいただきます。うまくてすごいうまい。この外の暑い中でビールを飲むのもいいんだけど、甘いものを食べるのもすごくいいと思うんで、このチェリーパイうまいね。うん、こう冷蔵庫と思いきや、ただその常温で温めてるだけだと思うんで、ショーケースで温めてるんじゃなくて、あのなんだ、置いてあるだけだと思うんで、まだね、なんとなく温かい。すごいうまいよこれ。うん、こんなに甘いのがあるんだって感じ。昔はよくこれにね、のし紙をつけてお土産で持って帰ってたんですよ。何の理由もねえのに、職場とかね、のし紙つけて。でもね、まあ沖縄の結婚式とかだとこういうものがお秘伝物に出ることも多々あるんで、でもね、最近はちょっとやらないね。これちょうど前、こっちから見るとアップルパイだけど、こっちはほらチェリーなんだよね。うん、一番いいとこ来たこれ。いや、これうまいな。これじゃあちょっとこのチェリーの部分も食べ続けます。これチェリーの部分、
あ、うまいわ。すごく甘くて美味しいわ。甘い。なんかもうこの口の中で全部が混ざるね。このそのいろんなのが入ってるんだけど、それを口の中で混ざって本当に最後に一つの料理が口の中で完成するような感じ。本当に美味しい。いやこのね、こっちから見るとすごいよくわかんないけど、このね大胆な感じが本当このアメリカンって感じでね、美味しいです。あの何チェリーパイとかね、そういうパイとかタルトとかいろいろあると思うんですよ。例えばあの最近食ったあのどうやっけスカイツリーの中に入ってた、なんかもう全然名前は覚えてないけど、そういうのも美味しいんだけど、こういうアメリカンなのも美味しい。本当にねすごいいい感じですよこれ。うん、すごい甘い。これねゴーヤーチャンプルについてたこの大根がね箸休めにも合うもんねこれ、うん、あ、これ美味しいわ。じゃあこのまま食べ続けてみます。あださということで、チャーリーレストランに行ってきました。すごい何年かぶりかで行ったんですが、多分4年ぶりくらい、4年ぶりくらいに行ったんですが、すごい美味しかったです。というかですね、相変わらずメニューの多さに驚きました。もう本当に沖縄でよくあるようなランチ系、まあここだったらチャーリーランチだとかいろいろあるんですけど、そういったものからもうお寿司だとか、お刺身のおつまみだとかですね、あとなんだ、もうとにかくありすぎてびっくりしました。焼肉丼だとかいろいろあってですね、本当にびっくりしました。 あとパスタとかピザとかもあります。やっぱなんといってもここはね、パイ系が最後でデザートで食べるのが美味しいというかですね、デザートでありますのでいただきました。美味しかったです。昔はよくあのパイをですね、こう箱のままですね、あの職場とかに持ってったりしたんですが、まあ今の職場はそういう風に持ってってもそんなに喜ばれるような、感じではないんでね、ちょっと今回は買いませんでしたけど、こうお土産なんかにもですねいい感じになるような、パイですので、ここ本当おすすめです。また機会があったら来たいなと思いました。ありがとうございました。